クッキーに同意しろ、同意する同意しない、これ同意するを押さないとウェブサイト見れないんじゃない。音速パソコン教室講師の初谷です。突然ですが皆さん、よくウェブサイト見てて自分が好きな商品の広告が追っかけてくることってありませんか。例えば前に沖縄に旅行に行こうとして沖縄のホテルを見てたとします。で、最近ヤフーのウェブサイト見てたらその沖縄のホテルの広告が出てる。で、また他のウェブサイト見てても沖縄のホテルの広告が追っかけてくるといったことをよく見かけますよね。で、これホテル以外にも前に買いたいと思って検討していた商品の広告が後日どのウェブサイトを見ても出てる、追っかけてくるといったことをよくあります。なので中にはこれプライバシー大丈夫なのかな、自分の個人情報漏れてるんじゃないかなと不安になる方もいらっしゃると思います。これ実はクッキーと呼ばれるものが原因なんです。もちろんクッキーといっても食べるお菓子ではないです。このクッキーとはあなたがインターネット上でどう行動していたかをまとめている、行動履歴を管理するファイルなんですね。例えばあなたがヤフーのウェブサイトにアクセスしたとします。で、その段階でヤフーのウェブサイトからクッキーがあなたのパソコンの奥深くに組み込まれるんですね。そしてあなたがヤフーで電車の乗り換えを調べてたとします。そうするとあなたのパソコンに入ったヤフーのクッキーにはあなたがこういうふうに電車を乗り換えていったという行動履歴が保存されるんですね。言い換えるとあなたがどの辺のエリアに住んでいるか、あるいはいつも電車を使ってどこに行っているか、それがクッキーというファイルの中に保存されるんです。そうするとあなたの近くのお店の広告がいろんなウェブサイトに出てきたり、あなたがいつも電車で向かう先のお店、例えばラーメン屋さんの広告が出てきたり、不動産屋さんの広告が出てきたりするわけです。例えばあなたがアマゾンでゴルフの本を検索してたとします。そうするとあなたのパソコンの中にあるアマゾンのクッキーのファイルにあなたがゴルフの本を検索してたという行動履歴が保存されるので、アマゾンのウェブサイトに他のゴルフの本のおすすめが出てくるわけです。あなたはゴルフが好きですよね。だったら他にもこういうゴルフの本興味がありませんかとよく提案してきますよね。これはクッキーという仕組みがあるからなせる技です。あとこのクッキーの大きなメリットとしてウェブサイトのログイン情報を保存してくれるから、再度ウェブサイトにログインするときにいちいちメールアドレスやパスワードを入力しなくて良いというものがあるんですね。よくログインしようとしていたらもう伏せ字でパスワードなどが入力されていて、あとログインボタン1回押せばログインできるという時ありますよね。あれもウェブサイトへのログイン情報がクッキーのファイルに保存されているからなせる技です。これはタイピングが得意ではない方にとってはものすごい時短になるので便利ですよね。ということでメリットもデメリットもあるクッキーですが、便利だなと感じた方もいれば、なんか自分の行動を観察されているから気持ち悪いと思った方もいると思います。そこで今回はこのクッキーについてどう考えていったらいいか、またこのクッキーを停止する設定についてお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。ちなみに冒頭でもお伝えしたクッキーに同意しますか、同意します、同意しません、このボタンもいろんなウェブサイトに出てくるようになりましたよね。あれ同意しますを押さないと、先に進めないんですけども、これも本当に同意していいのかダメなのかよくわからないですよね。そこもこの後お伝えしていきます。はい、それでまずそのクッキーというファイルがどんなものなのか実物をご覧いただきたいと思いました。その方がイメージしやすいと思うからです。はい、でそのクッキーファイルの実物はこういうマイクロソフトエッジや Google Chrome などのブラウザから見ることができます。例えばこれマイクロソフトエッジを起動します。で右上のこの点が3つの設定ボタンをクリックし、そして設定をクリックします。はい、でこの左側のクッキーとサイトのアクセス許可を押して、クッキーとサイトデータの管理と削除をクリックして、そして全てのクッキーとサイトデータを表示するをクリックすると、もうここにいろんなウェブサイトのクッキーがあるよということを見れるんですね。正確にはこのパソコンの奥深くに入っているんですけども、奥深くにこういうクッキーが入っているよということを、このマイクロソフトエッジの設定画面で見ることができます。
で、ちなみにこれなんでこのお菓子のクッキーと同じ名前なのかというと、いろんなウェブサイトにアクセスして配られるこのクッキーが、まあ、お菓子を配られているかのようなものだということで、クッキーという名前がついたという由来だそうです。というのがクッキーなんですが、じゃあ結論、クッキーどうすりゃいいの、削除した方がいいのかということなんですが、私は個人的にはクッキーはそのまま削除しないで保存し続ける方がいいと思います。なんでかというと、クッキーを削除してしまうとログインをする時のログイン情報が記憶されないからですね。毎回毎回ログインするのにメールアドレスとパスワードを入力するのはかなり面倒くさいですよね。ですし、このクッキーは個人情報ではないんですね。確かに行動履歴を保存するものではありますけれども、個人が特定されるものではないんです。なのでクッキーについては何も触らずそのまま保存し続ける方が、まあ、トータル的に考えていいと思います。その方がはるかに便利です。ですので、冒頭でお伝えしたクッキー同意しますか同意しませんか、これも同意するを押すのでいいと思います。なんでかというと、あれ、同意するを押さないとお目当てのウェブサイトの中身見れないからですね。でも個人情報を特定するものではありませんので、あれは同意するでいいと思います。ただし、前に自分が見た商品の広告がずっと追っかけてくる、これは嫌なので止めたいという方もいらっしゃると思います。そこでこの動画の最後に、この広告が追っかけてくる設定を止める手順をお伝えしたいと思いました。はい、以上ここまでが前半ですが、お役に立てましたら動画の下にあります親指が上の高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、あと今2日間でパソコン操作が10倍速になる無料の講座をご用意しています。メルマガにご登録いただくとお届けできますので、ぜひ今回の動画の下の概要欄からメルマガ登録もよろしくお願いします。はい、でこれブラウザごとに設定変わるので、まずマイクロソフトエッジ、次に Google Chrome の手順をお伝えします。はい、ではマイクロソフトエッジを立ち上げて、また右上の設定ボタンを押して、そして設定をクリックします。はい、で左のクッキーとサイトのアクセス許可をクリックして、でクッキーとサイトのデータの管理と削除をクリックして、ここですね、サードパーティーのクッキーをブロックする、今これがオフになっているはずなんですが、これをオンにすると広告が追っかけてこないです。ちなみにクッキーにはファーストパーティークッキーとサードパーティークッキーとあって、ファーストパーティークッキーはそのウェブサイトの行動履歴しか保存されてないクッキーです。サードパーティークッキーはいろんなウェブサイトで横断的に機能するクッキーです。で、このサードパーティークッキーがオンになっていると、例えば以前楽天市場のウェブサイトで洋服を探していたとして、で後日ヤフーのウェブサイトを見ていたら、その楽天市場の洋服の広告が出てくるということが起きるんですね。楽天市場とヤフーはウェブサイト異なりますけども、サイトを横断して機能するサードパーティークッキーがオンになっていると広告が追っかけてくるという仕組みです。でそれが気になるという方は、このサードパーティーのクッキーをブロックしてください。つまりここの設定をオンにしてください。でこれ仮にサードパーティーのクッキーをブロックしたとしても、ファーストパーティーのクッキーはオンになってますから、ウェブサイトへのログイン情報は自動入力されます。一方ブラウザが Google Chrome の場合は、 Google Chrome 立ち上げて、そしてこの設定ボタンをクリックし、そして下の矢印をクリックして設定をクリックします。そして左側はプライバシーとセキュリティをクリックして、下に下がり、サードパーティークッキー、こちらをクリックします。でおそらく今サードパーティーのクッキーを許可するになってます。でそれをブロックしたい場合は、ここにチェックを入れるということになります。ちなみにこのスマホの iPhone の場合は、ウェブサイトを見るブラウザはサファリを使っている方が多いと思いますが、サファリの場合はもう最初からサードパーティーのクッキーはブロックされています。でもファーストパーティークッキーはオンになってますので、ウェブサイトへのログイン情報は保存されて、自動入力も有効になってます。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしお役に立てましたら、この動画の下からチャンネル登録、高評価、そしてベルマークから通知をすべてにお願いします。そうするとこのチャンネルの最新動画が届きやすくなります。
はい、それと今メルマガと LINE 配信も行っています。ご登録いただくとわずか3日で毎日の Windows 操作が10倍速くなる技でしたり、その他 Excel、PowerPoint の早技や Canva の画像作成スキルも習得できる動画を無料でお届けします。はい、それでこのメルマガや LINE の登録方法ですが、今回の動画の下のその他を押して出てくる概要欄からご登録いただけます。ぜひご登録ください。